ストロンボリは、モッツァレラを代表とする、様々なチーズ、サラミやハムなどの肉類や野菜を使ったピザで、ターンオーバーと呼ばれる包み焼きの一種。伝統的に、イタリア風ピザ生地が使用される。ストロンボリは、正方形のピザ生地に具材をトッピングした後、筒状に丸めて焼き上げる。多くのアメリカのピザ店では、ピザ生地を半分に折り曲げ、その中に具材を詰めたカルツネのようなものを、 ストロンボリとして扱っている。ストロンボリの起源はイタリアのシチリア島にあり、その調理法は1900年代初中期にイタリア移民によってアメリカ合衆国に持ち込まれたとされる。だが、アメリカで食されるストロンボリの命名に関してはいくつかの異なる主張がある。一つはワシントン州スポケーンのハンバーガーショップ。 マイクスバーガーロイヤルのマイク・アキーノによって1954年にストロンボリサンドイッチが発明されたというもので、アキーノは映画のタイトル、ストロンボリ、神の土地から名付けたと述べている。もう一つは、フィラデルフィア近郊のティニカムタウンシップエシントンにある、ピザとイタリア料理の店ロマーノズのナッツァレーのロマーノによって1950年から提供されたもので、ロマーノの友人から、 当時公開された映画の名前を使うように勧められた。ありがとうございます。